モズは、スズメモクモズカモズ族に分類される鳥類。メス日本、中国東部から南部、朝鮮半島、ロシア南東部に分布している。模式標本の産地は日本。日本の北海道、本州、四国、九州に分布している。中国東部や朝鮮半島、ウスリー南部、カラフトで繁殖し、冬季になると中国南部へ南下し越冬する。日本では、元亜種が、 中年生息するが、北部に分布する、個体群や産地に生息する、個体群は周期になると難化したり、標高の低い場所へ移動し越冬する。南西諸島では、渡りの途中に飛来するか、冬季に越冬のため飛来する。全長19から20センチメートル。目上部に入る、眉状の筋模様、喉や頬は、泡か色。食。お葉の色彩は、黒か色。 翼の色彩も黒褐色で、右腹や自列風切り、三列風切りの外縁は泡赤色。カキは摩毛により、頭頂から後首が灰色の羽毛で覆われる。オスは頭頂から後首がオレンジ色の羽毛で覆われる。体上面の羽衣が青灰色、体側面の羽衣はオレンジ色、体下面の羽衣は泡赤色。 また、初列風切り吐き部に白い反紋が入る。くちばしの基部から目を通り後頭部へ続く筋状の反紋は黒い。メスは頭頂から後首が褐色の羽毛で覆われる。体上面の羽衣は褐色、体下面の羽衣は泡褐色の羽毛で覆われ、下面には褐色や黒褐色の横縞が入る。下眼線は褐色や黒褐色。 幼虫を捕獲したオスのモーズを開けた森林や林園、下半林、農耕地などに生息する。植生は動物食で昆虫節足動物、甲殻類、両生類、小型爬虫類、小型の鳥類,類、小型哺乳類などを食べる。樹状などの高所から地表の獲物を探して襲いかかり、再び生きの絵に戻り捕らえた獲物を食べる。繁殖形態は卵生。 様々な鳥の鳴き声を真似た複雑なさえずりを行うことが和名の由来。2から8月に木の枝や茂みの中などに木の枝などを組み合わせた皿状の巣を飼育で作り、4から6個の卵を産む。年に2回繁殖することもある。格好に攪乱されることもある。メスの実が放卵し、放卵期間は14から16日。ヒナは孵化してから約14日で巣立つ。 有志鉄線に、早に絵にされた、ハチモズは捕らえた獲物を木の枝等に突き刺したり、木の枝股に挟む習性を持つ。秋に、初めての獲物を生贄として、捧ぐ下駄という言い伝えから、モズの早に絵と言われる。稀に串刺しにされたばかりで生きて動いているものも、見つかる。早に絵は本種のみならず、モズ類のすべてが行う行動である。 モズは秋に頻繁には矢に絵を作ることが知られる。2019年5月、大阪市立大学と北海道大学の共同研究により、早に絵の消費が多かったオスほど繁殖期の歌の質が高まり、艶い相手を獲得しやすくなることが明らかになった。これは、モズのオスの早に絵が配偶者獲得で重要な歌の魅力を高める栄養食として機能していることを示している。 この他にも、早ニエの機能についての仮説が複数存在するが、その多くは未検証である。仮説1、餌の少ない陶器の保存食。ハヤニエが消費されずにそのまま放置されるという意見から、この仮説はこれまで否定的に捉えられてきた。しかし、近年の詳細な学術研究により、ハヤニエのほとんどは消費されること、特に早ニ絵の消費量が、 気温の低い時期に多いことが判明し、早ヤニエは、冬の保存食の役割を持つと考えられている。仮説2、節字のための固定。鷲や鷹とは違いモズの足の力は弱く、獲物を掴んで食べることが難しい。そのため小枝や棘にフォークのように獲物を固定する手段としてはやにえ、行動が発達したのではないかという仮説。仮説3、モズは空腹。 満腹に関係なく、獲物を見つけると、本能的に捉える習性があり、獲物を捉えればとりあえずは突き刺し、空腹ならばそのまま食べ、満腹ならば残すという説。仮説4、モズの体が小さいために、一度獲物を固定した上で、引きちぎって食べているのだが、その最中に敵が近づいてきたとで獲物をそのままに、してしまったのが早にエである、という説。早に得の位置は、 冬季の積雪量を占うことができるという風説もある。冬の食料確保という点から本能的に積雪量を感知し早に絵を雪に隠れない位置に作るよって位置が低ければその冬は積雪量が少ないとされるが積雪量を予測する仕組みは未検証である。秋から11月頃にかけて孔明期と呼ばれる激しい鳴き声を出して縄張り争いをする。 縄張りを確保した個体は縄張りで単独で越冬する。宮本武蔵、古木なるモズズニア種に分類されている。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。日本でモズ族の以下の禁煙種が見られる。ありがとうございます。